お前が盗んだのか。とんでもねえ店だな。申し訳ありません。元はといえばうちの責任です。お涼さん、お涼さん、朝日さん、朝日さんよ、うちが舞ちゃんの看病を。ダメだ、失敗したら料理人を辞めさせる。美桜、身を尽くし料理長、この後すぐ。文化11年春、その頃江戸の町は11代将軍徳川家斉のもと、世界に類を見ぬ100万人都市として文化芸術の乱熟期を迎えていた。人々は食にも精通し、庶民の間では料理番付や料理本も大流行。至る所に店屋が立ち並んでいた。旦那さん、メニューに加えてきました。おお、お女房、さっきからお客さんがお待ちだよ。その中の一軒、元飯田町の料理屋鶴屋。美代は鶴屋の女料理人。ゆっくり。美代、最初の前のお客さんに茶碗蒸しを。はい。この時代、女の料理人などおらず、その料理も受け入れられがたかった江戸の町にあって、美代の存在そのものが珍しく、また料理番付初登場で関脇を取ったことも評判となり、店は大いに繁盛していた。聞くなことでも。お前か、この店の女料理人は。へえ。あの茶碗蒸しのゆり根は何だ。誠に誠に失礼いたしました。これだから女の料理は所詮所帯のまかないなどと言われんのだ。ああ、お客さん、どうされました。帰るぞ。早う履き物。ああ、はい。違う、客の履き物間違える料理屋があるか。先生、申し訳ございませんでした。申し訳ございません。厄介な男が現れたもんだな。小松原様、何をあんなに怒っていたのだ。小松原様はあのお方をご存知なのですか。下作者の清右衛門という男だ。下作者。うん、今流行りの読み本を書いている。怒っていらしたのは茶碗蒸しに入れたユリネのことです。ユリネ。季節の移ろいに合わせてそろそろ変えなければと思っていたのですが、甘みを惜しんで時期を逃したの、見事に言い当てられました。なるほどな。清右衛門は読み本を書くだけではなく、食通で辛口の評価をすることでも知られている。あの男の筆で潰された店は数知れずだ。気をつけることだな。人の口ほど怖いものはない。はい。おい、今のは時計の間の小野寺様ではないか。小野寺様がこんな市中にいらっしゃるはずがないだろうが。それはそうだが、確かに今のは。
キちゃんっていうのかい。うわあ、なんだか美味しそうな名前だね。私はね、吹き飯が大好きなんだよ。キちゃん、このおばさんにとって食われるように気をつけないとな。何言ってんだよ、おかしなこと言う男だよ、ここのご主人は。本当に食うことあるからな。何言ってんの、自分は吹きみたいじゃないか。お待たせしました。武蔵さん、ありがとうございました。ごめんよ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。希望、何をしてるんだ。前の方向先で教わったんです。こうしておくと間違いないですから。おー、すみません、お茶。おはようございます。はい、おやさん、お待たせしました。はい、一つ。旦那さんが馴染みの口入れ屋に押し付けられたらしいけど、なかなかいい子じゃないか。はい。なんでも両親を早くに亡くして奉公先でいじめられてたらしいよ。まだ子供やのにあんな節くれだったてして、えらい苦労してきたんやろな。美穂さんいるかい。今日はもうおしまいなのですが。俺は吉原沖縄屋の料理番又次ってもんだ。これは、これで太陽に蜜煮を作ってやっちゃくれないか。幼なじみのあんたの作った料理を食べさせてやりてんだ。わかりました。又次さん、のえちゃん、朝日太夫に何かあったのですか。実は刺されちまったんだ。え、馴染みの客と人情沙汰になった菊野って友情かわって、自分がそんな、俺が駆けつけた時には部屋は血の海で。それでノエちゃんは。今はまだ床に伏したままだ。又次さん、うちにその蜜煮を届けさせてください。一緒に連れてってもらえませんか。ノエちゃんに一目会って、いえ、うちがノエちゃんの看病を。ダメだ。それが無理だってことぐらいあんただって分かってるだろ。みおちゃん弱みそやな。涙はコンコン。みおの幼なじみのえは元は大阪の大店の娘であった。しかし12年前の淀川の洪水で家も家族も失い、吉原に身を落とし朝日太夫という花魁となっていった。朝日太夫、美穂さんに作ってもらった蜜煮です。吉原の遊女は金銭でもらい受けられた貧しい家の娘が大半であった。それどころか誘拐され売り飛ばされる少女も多かった。遊女には等級があり、その最高位にあたるのが花魁である。だが花魁も遊女に変わりはない。クルワから出ていくことができるのは年季が明けるか身請けされるか、
さもなければ命を落とした時だけだった。ノエちゃん、堪忍な。うちはノエちゃんに何もしてあげられへんけど、きっとようなって。大ちゃん、おはよう。おい、あ、みよちゃん、おはよう。おはようございます。相変わらず早いね。新しい店繁盛してるそうじゃないか。すごいね。おかげさまで。なんだってこのみよちゃんは番付に乗るほどの腕前なんだからね。そんじゃそこらの男の料理に負けちゃいないさ。よさあれ見て、大地にね、初めて友達ができたんだよね、あんた。両親を亡くし口の聞けなくなった太一をお寮夫婦が引き取り、実の子のように可愛がっていた。子供ってのは気がつかないうちにどんどん大きくなるもんなんだね。ほんまに。はあ、こんなとこに。雪の下や、ヨモギと一緒に河原に生えてたんや。春は芽、夏は葉、秋は実、冬は姉の門をまかないでも扱うようにと天満一丁庵の旦さんによう言われた。天満一丁庵、大阪の料理屋さん。うちはそこで修行したんや。みお姉さんは大阪に住んでいたのですか？そうや。八つの年にお父さんとお母さんが淀川の洪水で流されてしもて、一人ぼっちのうちを料理屋のおかみさんやったゴリョンさんが助けてくれはった。私もです。え？私のお父さんとお母さんも死んでしまいました。けど私には弟がいます。健坊っていう。今は別の場所で奉公してるけど。そう、そうやったよね。みお姉さんはどうして江戸に来たのですか？天満一丁庵の大旦那さんが亡くならはって、江戸に店を出していた若旦さんを頼ってきたんやけど。ふきちゃん、人生にはいろいろなことが起こるけど、へこたれたらあかん。前向いて一生懸命やっていればいつかきっとええことがあるんやから。中はもっちり、外はサクサク。こんなものは食ったことないよ。でしょ、うちのお女房が作ったんでさ。雪の下なんぞ、ほら、汗もの薬かと思ってたよ。やめてくださいよ。どうぞ、また来ました。あれ、ここでも雪の下かい？あ、俺はトリューロで、つい昨日も同じもの食べたばかりだ。トリューロ？トリューロで同じものを出してるんですかい？おう。旦那、一体それはどういう？トリュー寮が雪の下の揚げ物出したのは3日前からだ。しかも延べの草摘みというシャレた名でな。トリュー寮とは江戸で一番と謳われる料理屋で、
料理番付では必ず大関を取る名店であった。だが女料理人である美代を目の敵にし、これまでも次々と横槍を入れてきた。駿屋の近くに支店を出し、名物の茶碗蒸しを真似たばかりでなく、以前の店に付け火をした疑いさえあった。美代、精進揚げのことやけど。はい。後先にこだわるより、あんたは自分の料理の中身と味にこだわりなはれ。たとえ真似されたとしても、次の料理を考えればよろしい。はい。これがハマグリのお吸い物、三つ葉をあしらってみました。そしてこれが三つ葉のおひたし、それに白あえ、三つ葉と白魚のかき揚げ、それから三つ葉ご飯です。お見よぼ、こいつはいけねえや。え、うますぎていけねえってんだよ。さすがはみおちゃんだ。三つ葉だけでこんないろんな味が楽しめるなんてさ。よし、決めた。ほら、こいつを鶴屋の春の看板料理にするよ。旦那さん、うん、それはどういうことでしょう。ですから、これとそっくり同じものを鶏うろうで食べたんです。この三つ葉のおひたしに白あえ、かき揚げに、この吸い物の三つ葉の結び麺まで一緒。しかもその名も三つ葉尽くし。え、お前が盗んだのか。誓って、そのようなことはしておりません。ならばなぜこうも偶然が重なる。どうやらこの店には隠密がいるようだな。隠密？料理を流してる？その子供がか？はい。そんなバカなこととは思ったんですが、今さっきその子を連れてきた口入れ屋に聞きに行ってきたんです。そしたら、うちに来る前の奉公先ってのが登竜楼というわけか。種市、お前のその情の深さはつくづく商いには向いておらぬな。旦那、人が良いだけではやっていけるぞ。五郎さんは気づいてはったのですか。前に登竜楼に行った時、下足番が同じようにお客さんの履物を結んでいたのを見たんや。まさかとは思うとったが、それにしてもむごい話や。え、親と死に別れ、頼るものもなく、世間に放り出された幼子はどうやって生きていけばええのか。
うちはゴリョンさんに救っていただきました。このガキ何すんのや。やめなハレ、子供相手に。おまはんの包丁や。人の情けでここまで生きてこられたのです。せやから美代、うちら鶴屋の使用人や。このことはうちらが口を出すことではない。ふきちゃん、ちょっと手伝ってもらって。こうするとアクが抜けて美味しくなるんや。あ、葉っぱは後で使うから捨てたらか。はい。復帰には無駄なところが一つもない。すごく偉い野菜や。葉も茎も美味しく食べられるし、こうして出た筋でお鍋をこすると汚れがきれいに落ちる。吹きだけでも十分に美味しいやろ。吹きはもともと力のある野菜やからな。ふきちゃんみたいに強い。ふきちゃん、この放送はエンパワードバイイノベーション NEC とご覧のスポンサーの提供でお送りします。本当に申し訳ありません。もうできねえとはどういうことだ。堪忍してください。もうこんなことは嫌です。他のことなら何でもします。お願いです。ここに戻してください。何よ。板長さんですか。なんだおめえ、何の用だ。この店の主うねめ相馬を呼びなはれ。どこ行くんです。卑怯者。あんたに出ろ。卑怯者、顔を透かしなはれ。卑怯者。これは一体何の騒ぎだね。恥を知るなはれ。恥、この子、このふきちゃんのことです。こんな子供にお水のようなことをさせて。一体何のことやら。第一、お前さん誰だね。
元は神田お台所町、今は元井田町鶴屋の料理人です。末松、これはどういうことだ。その手を離しなさい。みよめさん、隠密とはどういうことだ。何をした。申し訳ありません。この子に鶴屋の料理を。恥を知れ。二度と鳥居郎の敷居をまたぐことは許さん。せい、殿さん、ごめんなさい。殿さん、殿さん、殿さん。淵とはいえ奉公人のしでかしたことは主の責任。この通りお詫びします。フキ、お前もだ。え？この店ののれんに泥を塗ったお前もここに置いておくわけにはいかん。今すぐ出てきなさい。旦那さん、お願いです。私をここに置いてください。旦那さんに見捨てられたら私には行くところがなくなってしまいます。お願いします。お父さんの原貌と引き離さないでください。それはならん。主の私にここまで恥をかかせたのだ。出て行け。旦那さん、そんな、この子は。お前はこの子のしでかしたことを訴えに来たのではないのか。だったら不機に罰を与えるのは本望であろう。ふきちゃん、ごめんな。うちはあんたのこと。ごめんなさい。姉さん、ごめんなさい。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 ふきちゃん、泣かんといて。あんたがええ子やいうことは。よう分かってる。うちこそ、うちこそあんたをこんな目に遭わせてしもて。ごめんなさい。ふきちゃん、涙はコンコン、涙はコンコン、涙はコン。涙は幻の
例の吉原一と噂される朝日太夫のことか。はい。その美しさ歌声において右に出るものはなく、扱いは花魁の中でも別格ですが、実際その姿を見た者はいないという。実はその花魁、男に刺されたという噂がございまして。聞くの、お前はその幻の花魁とやらに会ったことあるのか。あるといえばアリンスが、ないといえばない。お前は。けんどあちきたちの口からそれを申すわけにはいかないのだ。アリンス、どうです先生、その花魁吉原が作り上げた幻か否か、先生のその筆で暴いてご覧になっては。具合が悪くてさ、まあ、大したことはないと思うんだけどさ、ただね、うちの人が今日仕事で泊まり込みなんだよ。あらまあ悪いんだけどさ、今日一日太一のそばについててやりたいと思うんだけど、いいかい。あ、悪いね。みお姉さん、お気の毒に、まだ小さい子供や。もう店じまいか。せっかく来たんだ。何か食わしてくれ。お宮坊。はい。あとは頼むよ。はい。小松原様、私はこれで。うん。あのお方は。うん。小松原様というお武家様だ。おそらくご浪人さ。いつか二人が一緒になってこの店をと思ってるんだが。さ、休もう。はい。どうぞ。うん。夏にタコか。はい、タコといえば冬ですが、冬のタコは身が固く、どう工夫してもなかなか柔らかくなりません。その点夏のタコはいいですよ。どれ。うん、いかがでしょうか。なかなか面白いな。だがキュウリの酢の物など出していては武家の客がそのうち来なくなってしまうぞ。え、切り口が徳川の御門に似ているのだ。徳川の御門。見たことがないか。こういう形だ。恐れ多いと直参旗本はキュウリを口にしない。直参旗本の食べないキュウリをその下の者が食べるわけにはいかない。
したがって武士は総じて給料を口にしないのだ。これ以上この店に構うな。時計の間の小野寺がそう言っていたと宇根目に伝えろ。今のは時計の間の小野寺様ではないか。いいことを教えてやろう。え？すりこぎと給料を出してくれ。はい。そんなことして湯を沸かしておけ。はい、うん、どうだ。これでもう徳川の御紋には見えないだろう。これをさっと湯がく。湯に通すことによりかえって歯触りが良くなる。酢と醤油、砂糖とだし、それに鷹の爪を入れて漬け汁を作っておく。ごま油を少々。はい。食べてみろ。うまいだろ。お前さんのその顔はいつ見ても飽きねえな。あのこのお料理は何というのですか。忍び売りだ。忍び売り。時計の間、なぜそんなことを聞く。あ、いえ、正門先生ならどんなことでもご存知ですよ。この方の博識ときたら江戸中探しても右に出るものはいない。時計の間ぐらいお前でも知ってるだろう。ああ無駄なおべっかを使うな。時計の間とは江戸城の中にあり、久保様すなわち徳川家斉公に仕える侍たちが詰めてる部屋のことでございます。え、久保様にこのような字を当てます。時計の間はいくつにも区切られた部屋で、そこには様々な役職の方がおられます。例えば時計のお世話をするお城坊主、久保様の警護、それに御前奉行というのもおられます。御前奉行。ええ、久保様の献立を考えたり、料理番に調理の指示を出したり、久保様のお口に直接入るものを全て司る重要な役割の侍です。まあ我々庶民には手の届かない世界の方々ですが。今宵の上様の献立だ。直ちに調理にかかれ。ほう。忍び売りだ。まあ我々庶民には手の届かない世界の方々ですが。よしさん、お客さんが。富蔵。ご利用さん、ご無沙汰して本当に申し訳ありません。富蔵は御代が修行した大阪天満一丁庵が江戸に支店を出すにあたり、吉の息子左平とともに江戸に渡った板前だった。わしがもうなったら
戸の貨幣を頼れ。だが大阪で主の貨幣をなくし、よしが美代を伴い江戸に出てきた時には、あるはずの江戸の店はなく、貨幣も富蔵も姿を消していたのだ。貨幣の行方がわからないとはどういうことや。江戸へ出てきてみれば貨幣もあんたもおらず、うちらこのご主人助けていただき、ようやく暮らしを立てることができるようになったんや。6年前、天満一丁庵江戸店としてのれんを上げた時には、店は大層繁盛しておりました。ですが開業から3年目を迎えた頃から、若旦那さんは変わり始めてしまったんです。どういうことです？話しておくんなはれ。富蔵、ええから全部話しなはれ。きっかけは客に連れて行かれた吉原でした。それまで女遊びには無縁な若旦那さんでしたから、逆に夢中になると見境がつかなくなって、仕事を放り出し遊女に入れ込み、しまいには店の金を使って馴染みになった松葉という花魁を身請けしようとしたんです。身請け？吉原の花魁に実などありはしない。その松葉という花魁、若旦那さんを散々振り回した挙句、袖にしようとしたんです。それで若旦那さん、その花魁を。締め殺し。嘘です。若旦さんに限ってそんなことするはずありません。何かの間違いです。俺だって何かの間違いだと思いたかったよ。でもな、美代ちゃん、これ全部本当のことなんだよ。車には車の始末の付け方があります。若旦那さんは身請け金を車に渡し、松葉は若旦那さんに引かされたことにして、泣き殻ひそかに投げ込み寺へと運び込まれた。それっきり若旦那様は行方知れずになってしまった。うちが奉公を始めたばかりの頃、泣いてばかりいたうちを若旦さんはいつも慰めてくれはった。その若旦さんが人を殺めるやなんて、うちかて信じたくはない。せやけどな、美代、恋は人を狂わせてしまうこともある。もしもその松葉という花魁が。土左衛門だ。土左衛門かかったぞ。こりゃどこぞの女郎の心中だな。てめえのせがれと見間違えた情けねえ母親だ。ここまでは NEC と先生、お願いです、お嬢様。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。きっとうちの代わりを勝手にしなはる。
太一の熱が普通じゃないんだよ。体が火みたいに燃えるようで、目なんか真っ赤になって血だまりみたいな。私はどうしたらいいんだろうね。うちの人仕事に行っていないんだよ。私はどうしたらいいんだよ。おみよちゃん、おりょうさん、うち玄斎先生呼んできます。口開けてみて。これはハシカですね。ハシカ。口の中に白い水泡があります。そして高熱。おそらくこれから全身に発疹が広がると思います。先生、太一はお薬で治るんですよね。熱を下げる薬は処方できますが、今も昔もハシカそのものに効く薬はないのです。そんな。本人の力で何とかやり過ごすしか方法はありません。太一にね、初めて友達ができたんだよ。どうした。いえ、オレオンさんとミオさんはハシカにかかったことはありますか。はい、ミオも9つの都市に住ませています。オレオさんは。私もやったよ。それなら結構です。ハシカは疱瘡と並び江戸で恐れられた伝染病の一つ。疱瘡は気量定め、ハシカは命定めと言われるほど命を落とす者も多い病であった。太一が死んじまったらどうしよう。縁起の悪いこと言うんじゃねえよ。おめえがしっかり死ねてどうすんだ。だってさ、あんな小さい体でどうやって頑張れって言うんだよ。あの子は神様からの授かり物なんだ。子供のできないあんたと私のためによこしてくれた宝物なんだよ。それをこんなことで死なしちまったら。伊佐蔵さん、看病は私が代わりますよって。アンさんは仕事へ行ってきなはれ。でもゴリオさん、店の方はうちとフキちゃんで何とでもします。すいません、お待たせしました。親父、俺の頼んだ膳はまだかよ。おい、こっちもまだ来てないぞ。ちょっとお待ちを。あ、キボ、はい、頼む。はい。ミオ姉さん、これ運んでもいいですか。ええよ。あ、こっちもお願い。はい。俺の下駄は。すいません、今すぐ。仕方ねえな。こっちよこっち。すいません。月足版に待たされ、料理の注文に待たされ、一体この店はどうなっちまってんだよ。本当にすいません。すいません。ありがとうございました。申し訳ありませんでした。富蔵さん、今しがたゴリオンさんを訪ねたら店の方に行ってやってくれと。富蔵さんはゴリオンさんに何か用事だったのですか。若旦那をもう一度探してみようと思ってな。ゴリオンさんへのせめてもの罪滅ぼしで。富蔵さん、お、懐かしいな。花山署の佃煮か。うん、天馬一丁庵で仕込まれた味だ。はい。お宮も、俺がちょっとこっちに手伝ってくんねえか。はい。すまんねえな、富蔵さん。おお、いえ。富蔵さん、ちょっとお願いできますか。うん、すいません。旦那、それは受け取れません。あ、まあ、そう言わずに。
散々世話になったゴリョンさんからの頼みだ。これぐらいはやらせてください。じゃあ足はこれで。ミオちゃん、ゴリョンさんによろしくね。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。旦那さん。え？これ富蔵さんの。おお、明日も来るから預かってくれと言われてな。花山署の佃煮です。毒消しになると聞いたものですから。ありがとうよ。おかげさんで太一の熱もだいぶ下がってきて、ゴリョさんもさっきまお涼さん何でもないよ。ほっとしたらね、私もなんだかただのさ風邪さだっちほら。では口を開けてみてください。先生、私ただの風邪だよね。はしかのようですね。はしかは子供の頃にかかったと言うてはったのに。本当にそう思っていたのか、太一ちゃんを看病した一心で嘘をついたのか。大人のはしかは子供がかかるより立ちが悪いのです。立ちが悪い。ええ、命に関わることも。仕事を休むって、あんた何を言うてますのや。料理人の都合は料理にもましてやお客さんにも関係のないことや。けどゴリョンさん、あんたの料理を楽しみにお箸を出して食べに来てくださる方に言い訳をするつもりか。あんたは鶴屋の板場を預かる料理人や。どんなことがあってもあんたは仕事を休んではならん。それが大切な人の命に関わることでもですか。ミオ、お涼さんはうちとゴリョンさんの恩人やないですか。初めて来た土地で初めて親切にしてくれはった人や。ゴリョンさん、人は死んだらおしまいやないですか。うちはこれ以上、これ以上大切な人を亡くしとはないのです。鶴屋のことは富蔵さんに頼みます。富蔵さんは同じ天満一丁庵で修行した料理人です。富蔵さんならきっとうちの代わりを。わかった、そこまで言うなら勝手にしなはる。新しくなったのかい。お口に合いませんでしたか。いや、そういうことではないんだが。お手さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。お待たせしました。
あの女はどうした？へえ、ここ数日休みを。この料理はあの板前が作ったのか？そうですが、どっかお気に召さないことでも？いつもとわずかに違う。どうにも気持ちが悪い。気にしねえでくれ富蔵さん。あの先生へそ曲がりで有名なんだ。何かと言っちゃ難癖をつけてくる。いや別に気になんかしちゃいませんよ。ただ俺も天満一丁庵で修行した身、俺の料理にケチをつけられると天満一丁庵にケチをつけられたような気になるんでね。ああ富蔵さん、新しい料理人が入ったのか。小松原様、あ、どうぞ。うん、新しい料理人が入ったのか。小松原様、あ、どうぞ。うん、花魁を殺したあの男がそう言ったのか。ええ、実の息子がそんなことをしたと聞いて、吉さん佐藤心労だと思うんですがね。その上お寮さんまではしかにかかっちまって。あ、ささ、先生。お寮さんの脈は弱く意識も混濁してます。今日明日が峠だと思ってください。先生、なぜそんなことを言うのですか？どうして助けると言ってくれないのですか？先生、先生、お願いです。お寮さんを、お寮さんをお願いです。私だって助けられるもんならどの患者も助けたい。だけどそれができないから辛いのです。先生、神様、お願いします。お寮さんを、どうか、お寮さんを助けてください。うちにできることは何でもします。せやから。小松原様。種市から事情は聞いた。お寮の具合はどうだ？江戸城の久保様は万能薬として生姜を食しておられるそうだ。え？生姜には解熱作用があるらしく、咳を鎮め呼吸をしやすくし、様々な薬効があると聞く。食こそ命をつなぐもの。試してみるがいい。小原様からいただいた生姜で生姜汁を、何か少しでもお寮さんの口にと。黒
黒豆を足したらどうや。黒豆は端かよけになるという人もおるし。美代さん。美代ちゃん、これをお涼さんに。お涼さん、お涼さん、一口でもええ飲んどくなはれ。おいお前、お涼、お涼さん、お涼さん、お涼、お涼さん、お涼、お涼さん、先生。そんな、おい、お涼、お涼さん、お涼さん、おい、あんまりだよ、お涼。大ちゃん、大ち、お涼さん、大ちゃんですよ。せや、大ちゃんや。大地ならここにいるぞ。その後数日して、お涼の熱は嘘のように下がった。それから10日ほど床に伏していたが、次第に体力を取り戻していった。食べるものも食べないんじゃよくはなりませんぜ。太夫、治ったところで所詮花魁は籠の鳥。え、また元の暮らしに戻るだけ。いつになりんしたらここから出られるのやら。いっそこのまま死ねたら。大夫、そんな勇気があちきにありんしたらね。かんざしを渡した。ああ、富蔵が左辺を探すに物入りのようやったんでな。けどあのかんざしは大旦那さんがくださった高価なものやと。あんなに大事にしてはったのに。美代が気にすることやない。
さあ仕事や。え、来ていないのですか富蔵さん。ああ富蔵さんなら半日ばかし休ませてくれと言って出てったよ。え、実はな富蔵さんの作るものが今一つ評判が良くなくてな。料理ってな不思議なもんだな。俺も食ってみたんだが同じように作ったとしてもやっぱりその料理人の器量ってやつが出ちまうのかもしれねえな。なあお女房。はい。いつもここに入れておく支払いの金知らねえか。いえうちは今朝から探してるんだがいくら探してもねえんだよ。あれがねえとみそかの支払いに困っちまうんだ。おかしいな。確かに入れといたはずなんだが。おう、お疲れさん。富蔵さん、どこへ行ってあったんですか。お前さんが戻れば俺は用なしだ。包丁を取りに来たぜ。ゴリオンさんに若旦那の行方を探すように頼まれて吉原あっちこっち聞いて待ってたんだよ。それで若旦さんのことは何か。いや、でも俺は諦めないぜ。何度でも足を運んで必ず若旦那の行方を突き止めてみせる。そうしないと天馬一丁庵の大旦那さんへの義理が立たねえからね。富蔵さん、忘れてあります。何よ。今取りに戻った包丁出す。包丁は料理人にとって一番大事な道具。手入れを怠らず肌身離さず持つようにと大旦那さんに言われていたことを忘れてしまったのですか。手伝ってやって説教か。富蔵さん、かんざしを返してください。かんざし？ゴリョンさんのかんざしです。大旦那さんがゴリョンさんに送られた大事なサンゴのかんざし、ゴリョンさんに返してあげてください。もうねえよ。とっくに金に変えた。なんてこと。ええ加減にせえ。人探しには金がいるんや。それが吉原やったらなおのことやないか。富蔵さん、あんたほんまに若旦さんを探してあるんですか。アンさんが探すと言うからゴリョンさんかて。何が若旦さんや。じゃらにうつつを抜かし店もほったらかし、こっちはさんざしり抜きしてやってん。金ぐらい出してもろたかて罰は当たらへんや。ほんまに若旦さんを探してあるんですか。アンさんが探すと言うからゴリョンさんかて。何が若旦さんや。じゃらにうつつを抜かし店もほったらかし、こっちはさんざしり抜きしてやってん。金ぐらい出してもろたかて罰は当たらへんや。ゴリョンさん、富蔵さん、謝ってください。いや、かまし、富蔵さん、待ってください。何すんねん、話せ。旦那さんが支払いのお金が今朝からいくら探してもないと言うてはるんです。何を話せ。どうしたんだ。
あんたこの俺盗人扱いするんか。え、富蔵さん、あの撃ちます。やったマジ。おみよも、ああ、小松原様。お前か、富蔵という者。あんた誰や。お前は辰巳屋の松葉という花魁を知っておるか。知ってるも何も、その松葉に若旦那が手をかけたんや。嘘をつくな。松葉は店を移り名を変え、今もピンピンしておるぞ。辰巳屋は女郎殺しをでっち上げては客をはめて身請け金を巻き上げていると噂もある。富蔵、天馬一丁庵の若旦那はどこにいる。天馬一丁庵、江戸棚の若旦那に店を手放させたのはどこのどいつだ。遊ぶ金欲しさに辰巳屋とグルになり若旦那をはめたのはお前ではないのか。さあ、刃物を捨てろ。さもなくば小松原様、堪忍してください。息子のことを、息子の行方を知っているのは富蔵だけなんです。富蔵さん、おみよも、いや、もうええ、もうええ。ご両さん、旦那さん、申し訳ございません。うちの不始末でこないなことに。申し訳ございません。ああ、済んだことだ。さあさあ顔を上げて、支払いは少し待ってもらえるように頼んでくるよ。申し訳ありません。さあ気を取り直して働こうや。何はなくとも人間健康で元気が一番ってな。しかしな、それにしても今日はどういうわけだい。僕の釣り屋だよ。ああ、この店か。寿三郎を設立にしたのは。おい、ここだ、ここで。とんでもねえ店だな。ああ、ここか。ええ店だね。行く行く。希望、どういうことだい。わかりませんけど、道を行く人がみんなおかしなことを。いや、やっぱりそうか。かんことりが鳴いとるぞ。旦那、一体何が。ご主人は神田お台所町の鶴屋という女料理人の店ができたのを知ってますか。お台所町の鶴屋、女料理人って。鶴屋さんの元の店の焼け跡に同じ鶴屋という名の店を建てた者がいるんです。鶴屋になりすまし客を取り込もうという魂胆だったようだが、その邪魔だ。ああ、ちょっと見せてごらんなさい。歌舞伎役者の坂田寿三郎がその鶴屋の茶碗蒸しを食べ摂理になったということ。摂理、食あたりということですか。寿三郎といや人気のお山じゃねえか。あんたんとこのせいで寿三郎様だ。なんて平気な顔して店を開けてるのよ。うちは食あたりを出すようなお料理は出しておりません。
こ行くんだ。何でしょうか。あんたがこの店の料理人ですか。なんだまた何かいちゃうんか。あんた神田とりょうろ。なんだおめえ。何の用だ。何の用かはあんたが一番よう分かってあるのではないんですか。鶴屋は鶴屋というのは旦那さんが亡くなった娘さんの名を取ってつけた大事な店の名前です。それを勝手に意外をつけるんじゃねえ。鶴屋って野号おめえんとこだけのもんか。え、あんたの店が初夏当たりを出したおかげであんたは同じ料理人として恥ずかしくはないのですか。何が同じ料理人だ。女のくせに料理人気取りか。生意気な女、料理番付に乗ったぐらいでいい気になりやがって。とっととせろ。噂さ、恐ろしいもんだな。誰かのたった一言があっという間に広がり、人は店に足を運ばなくなる。気をつけることだな。人の口ほど怖いものはない。旦那さん、申し訳ありません。なんでお女房が謝るんだ。元はといえばうちの責任です。ゴリョンさんにあれだけ言われたのに、うちは富蔵さんに板場を任せ、その上こんなことに。料理を真似されたも、鶴屋という名前をつけられたも、うちがあの鳥浦の板長に反感を買うようなことをしてしもたから。お見覚えは女だからな。え、この江戸じゃ女の料理人ってだけで嫌でも目立っちまう。目立つということはいいこともあるが、その何倍も大変なことも起こる。妬み、そねみ、反感も買う。そこんところを俺もお見覚えも分かっていなかったのかもしれねえな。旦那さん、さあ今日も店じまいにしよう。開けといても誰も来ちゃくれねえよ。所詮所帯のまかないなどと言われるのだ。旦那さんに見捨てられたら私には行くところがなくなってしまいます。手伝ってやって説教か。もうええ。
この店か。寿三郎を設立したのはとんでもない店だな。そうか、店だな。なんでこんなことに。涙はコンコン、涙はコンコン。ふきちゃん、だがそれから一週間たち、半月が過ぎても鶴屋に客は戻らなかった。又次さん、ノエちゃんに何か。いや、そうじゃねえ。どうしたんですか、その手。触ったことのない魚に指を噛まれちまった。これはハモの仕事だ。ハモは気があろうて噛みついたら相手を食いちぎるまで離れないと言いますから。けどハモは髪型の魚です。なんでハモを。実はそのことであんたに頼みがあるんだ。あさって沖縄でハモ料理を作り、乗客をもてなしたいんだが、ハモを調理できる料理人がいない。けど女のうちが吉原に。あさっては発作だ。女も特別に遊郭に出入りできる。ハモを持ち込んだのは朝日太夫の客なんだ。朝日太夫の。あれから太夫は物もほとんど食べず、生きる気力すらもなくしまってる。見かねた乗客が好物のハモを食べさせようと、生け捕りにしたハモを上方から船で江戸まで太夫に食べさせるためだけに運んだんだ。太夫のために生きたハモを上方から。あんたのさばいたハモを太夫に食べさせてやっちゃくれないか。太夫もあんたの料理ならきっと。その女料理人がここへ来るのだな、ハモをさばきに。はい、朝日太夫に食べさせるために。朝日太夫はやはりおるのだな。いえいえ、朝日太夫を口実に粋なお客がハモを楽しむだけでありんす。聞くの、お前なかなか頭のいい女だな。先生、美代さんが着いたようです。面白いことが始まるぞ。女か。又次、お前は上方の料理人を連れてくると言った。だが女とは聞いていない。女ではありますが、この美代さんは髪型で修行を積んだ料理人です。ハモについて。女が作る料理などこの沖縄で出せる道理がない。引き取ってもらえ。お待ちください。なぜ女の作る料理はいけないのでしょう。女には
月の触りがある。そんな手で作られたものなど銭を払ってまで食いたいとは思えない。料理の味わい、それを口にした時の気持ち、それは料理人が女と知れただけで消えてしまうものでしょうか。消えてしまうでしょうな。この人を返しちまったら宴に出す料理はできませんで。やったなぜか。お前が不甲斐ないばかりにこの騒動だ。今すぐ腕の立つ料理人を探してこい。それには及びません。ああ、これはうぬめ様。ここまでは自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王、三菱電機とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。それには及びません。あ、これはこれはうぬめ様。この者からハモ料理のことを聞き、うちの板長を連れてまいりました。よろしければ調理させますが。そういうことだ。あんたには引き取ってもらう。はい、誰、はい、ですが浜には扱いに危険が伴うのです。もしその方が初めて浜に触るのであれば。うちの料理人を素人扱いするとは恐れ入った。そうではありません。ただ強情な女だ。どうだ、その強情な女に取り得る板長の腕を見せつけてやって。どんな難しい魚かと思って来てみりゃ何のことはねえ。うなぎやアナゴと同じ見てくれで。うちの料理番が手を噛まれたのだ。扱いには十分に気を。上方から船で3日、吉原には水郷の客が多いが、そんなに時をかけて運んじゃカムムの噛まないのっていう話にはなりませんぜ。おい、よこせ。へい。引っ張ったらいけません。指が食いちぎられてしまいます。手当てしてあげなさい。お願いします。板長にハムを任せるのは無理です。この人はハムを扱った経験があるんだ。つまらぬ意地を張らずその女にやらせてみればよい。ダメなら責任を取らせればよいだけの話。責任？失敗したら料理人を辞めさせるというのはどうだ。設立騒ぎで遅かれ早かれ鶴屋は潰れるだろう。
さあどうする。やります。それが朝日太夫のためであるならば、中骨は捨てずに焦げない程度に炙ってもらえませんか。出汁を引きたいのです。はい。それからクズを、できれば吉野クズがいいのですが、すり鉢でできるだけ細かくしておいてください。分かった。何をしようというのでしょう。まあ黙って見ておれ。刷毛を使い、クズを刃物すじめに丁寧にはたいてください。沸かした湯に刃物を放ちます。刃物、くずたたきでございます。お味見を。素晴らしい。
田町鶴屋の女料理人が太夫のためにハモ料理をこしらえてくれましたね。太夫に一口食べさせたいと作った料理です。納めのほど。その代わりお願いがあります。願い？会いたいお方がいるのです。あのハモを食べた朝日太夫に会わせていただくことはできませんか？朝日太夫は幻の花魁。そんな花魁はうちにはおりませぬが。けどあの葉も。たとえいたとしても会わせるわけにはまいりません。変だ！大変です。にわかの舞台がひっくり返って和剣衆が3人下敷きに。しばらくここでお待ちを。八木は菊野と申しんす。よく覚えておくんなし。菊野さん。馴染みの客と人情沙汰になった菊野っていう字をかばって自分が。今日のにわかでは沖縄の目狐がやっこに化けるのでありんす。この先の西菓子のお稲荷さんをみんなで冷やかしに行くのでありんすよ。西菓子のお稲荷さん。西菓子のお稲荷さん。西菓子の。涙が出た。
力、この物語の主人公は誰がどう見ても鶴屋の女料理人美代さんのことですからね。そんな勝手に私のことを書かれても困ります。けどおかげでこうやってお客さんが戻ってきはったんや、ありがたいと思わな。偽料理人をやり込めるところもスカッとした。私はねもうすっかり正門先生のことが好きになっちまったさ。あれどうしたんだい。いや何でもない。あ旦那さんのことが出てこないんです。そういえばそうだね。ちっちゃい男だね。私は前からそう思ってたけどさ。ちっちゃいね。何をくだらない話をしておる。さっさと飯を食わせんか。すいません、ただいま。いらっしゃいませ。ハモをさばきに吉原に入ったそうだな。はい、発作の日あの場所で幼なじみのノエちゃんと会いました。幼なじみ。八つの年に生き別れた友達です。今思うとあれは夢やったのではないかと思うほど一瞬の出来事で、でもうちは会えたからと言うてノエちゃんをあの場所から救い出すこともでけへん。近くにあるのに遠い場所です。吉原では金を積めば女であっても遊女を見受けできると知ってるか。え？お前もいつかその料理の腕で金を貯め見受けしたらどうだ。その幼馴染の遊女。まさかうちにそんなことができるかどうかは試してみるがいい。道は一つきりだ。お天道様の温かそうに家が好きってのもまたいいね。ですね。気になっていたのかもしれません。え？料理番付を取り、知らず知らずのうちに鶴屋という店の看板を背負っているような気になり。ミオ。せやけどそれは違う。うちはみんなに支えられてようやく立っているようなもんなんです。ゴリョンさん、うちはこれまで以上に料理に励みます。
この鶴屋を大きいして一人前の料理人になることがやがて天馬一丁庵の再建につながる。そうしたら若旦さんも噂を聞き戻ってきてくれるかもしれません。いえ、きっと戻ってきてくれはります。この放送は小さな車、大きな未来、鈴木、積水ハウスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。事件現場に急行する救命医療チーム、アイマットをドラマ化。事件究明医2、全力を尽くします。アイマットの医師日向明、彼を待ち受けるのはバスジャック事件。俺が飛び移る、直面する命のドラマ。そしてギリギリのリミットは16時、ドナー心臓爆破事件、史上最悪の4時間、迎える驚愕の結末とは。15日日曜夜9時。